アリシドンとは、イギリスの競争馬である。大馬参加として知られる、第17代ダービー伯爵最後の傑作であり、長距離参観に勝つなど、活躍、20世紀の最強ステイヤーとしての声も高い。種ボバとしても成功した。16.5ハンドの雄大な馬体を誇っていたが、反面仕上がりが遅かった。1947年の秋に競争馬としてデビュー、たが2戦して、 共に着外に終わった。翌1948年の初戦も着外に終わったが、2戦目のクラシックトライアルステークスを優勝し初勝利を挙げた。管理調教師のウォルター・アールはこの年の春にはクラシックへ出走させない方針を取った。2000メートル以上のレースを5戦して3勝という成績を残し、9月にイギリスクラシック3冠、最終戦のセントレジャーステークスに出走。 ブックメーカーが提示したオッズは14投中6番目で、あったが2着に検討した。その後アリシドンは、ジョッキークラブステークス、キング・ジョージ・シックス・ステークスを連勝し、10戦6勝で、この年のシーズンを終えた。この年、アリシドンは、ジョッキークラブが発表した3歳フリーハンデで、セントレジャー・ステークス優勝馬のブラック・タークイーンに次ぐ、第2位に格付けされた。 翌1949年、アリ・シドンは、ステイヤーとしての本領を発揮し始めた。オーモンド・ステークス・コーポレーションを連勝した後、6月に当時のイギリスにおいて、クラシックに次いで重要視されていた、ゴールドカップに出走。ブックメーカーが提示したオッツワンをで、ブラック・タークイーンの方が低かったが、レースでは同馬にコバシンの喫茶をつけて優勝した。 翌7月のグッドウッドカップでもブラックタックインに先着し優勝。9月になり、アリシドンは当時のイギリスにおいてゴールドカップ、グッドウッドカップと共に長距離三冠競争の一つであったドンカスターカップに出走。2着馬に8馬身の喫茶をつけ優勝し、1879年のアイソノミー以来70年ぶりに長距離三冠を達成した。アリシドンは この競争を最後に競争馬を引退し、シュ馬バとなった。引退後は、ダービー白爵のウッドランド牧場で、種ボバとして強要され、1955年には、サンクノメルドが、イギリス品馬クラシック三冠を達成する活躍を見せ、イギリスリーディングサイヤーに輝いた。アリシドンは、父のドナテルロや、祖父のブランドフォードに似て、交尾への意欲が極めて低い馬であった。晩年は、 受胎率も低下し、1963年に、株所有者の話し合いによって、シンジケートが解散された。その直後の同年9月10日、アリシドンは、ウッドランド牧場において銃殺された。母オーロラは8000一生ながら1000ギニー2着など、ありがとうございます。